2016です。綺麗だ。あれです。ピカピカやな。欲しいわこれ。狙ったろ。マジっすか。つい来た時睡眠薬のマスカラ。あとでスパッツで待てるかも。そうそうそう。あの、分からんで、あのうちの H2 のあのハンドマトリックのやつ。あ、そっちはやられるんですね。やられる。あれはええな。それがあの殺さ刀に変わってるかもしれないね。確かにレアですね。あの世界に8台、日本に2台しかないという。カットは16年モデル。これは US？いや、国内です。国内プロパワー化してます。これどこのマフラーやったっけ？吉村やね。これね、吉村もどきです。どこ？T-MAX、ええー、なやっぱ T-MAX は。そうですか。うん、無敵の T-MAX で、これで、なんぼ180ぐらい出るでしょ。まだいかないですね。いかない。70ぐらいですね。170ぐらいですね。それでもほとんど風当たらないでしょ。うん、そんな当たんないですね。シールド、かっちょいわ。またフェイスブックにアップしてきますんで、写真の方も。もういい。雨ばっかりなんで。グリルじゃないですか、自分で塗ったの。惜しいなぁ、これピカチュウにしたかったなぁ。黄色やし、ちょうどベタやし、今。赤で、あの、ゲットされるで、そこら辺歩いてるから。モンスターを投げつけて。そうそうそう。やっぱ綺麗やね。うん。何年モデル？何年モデルこれ？これでだから2013モデル。綺麗にしてるな。車検1回も。へえ。チタンコートかなんかしてんの？いや、もう何もコーティングしてない。自分で洗って。へえ、すごいすごい。ひょっとして車屋さん？そうですね。まあちょっとあまりオープンにはしてないですけど。そうやろね。こんだけ綺麗になってるやつはそれしかあらへんわ。やっぱり、性格が高いみたいなところが。思わずイエローサブマリンが歌いたくなっていた。どうでした、初めてのガチョウは。なんか違和感ですよね。あの、あれはね、牛のロスもしくはクジラの肉に近いで、オカクジラって言われてるんですよ。でも一番、あれは鍋が一番ですよ。鍋、何鍋？ダチョウのハリハリ鍋。うち、あの、クジラの肉に近いんで、ハリハリ鍋にして出してるんでね。よかったらまた食べに来て。気をつけて。ちょちょいお待ちを。いや、ちょっと下げてもらったら。はい、本当に取るんですね。もうすでに回ってますよ。回ってます。また来ます。もう男前大好きやから何もでも寄って。また来ます。あ、どのルートで帰るの？近畿道で帰ります。あのね、三原で乗ったら500円高いから、三原無視して松原まで走って。松原、うん、それでコーヒーいっぱい飲めるから。なるほどね。あ、そうか。三原で絶対乗ったらダメ。松原、はい。そう、三原で誘惑されんように。そうか。はい、ありがとうございます。うち来るライダーさんみんな三原で誘惑されるからさ、さっき言うね。ありがとうございました。
はい、ホームの自然中央カードを、ね、それ右折したら、はい、自然中央カードに行くの。わかりました。ありがとうございます。ゆきさん、また会いましょう。また、うん、ありがとうございます。また寄ってください、はい、ありがとうございました。はい、お礼です。いや、すいません、お礼です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。